小菅みゆきです。よろしくお願いします。皆さん受精師なんですかね。そしたらもう大丈夫ですね。今日は手首からさせてもらおうかなと思うんですけど、使い方がいろんな用途があるっていうところがあって、一番の目的って言ったら、人間活動の表現の仕方が手首が一番しやすいんですよ。だから人間の手首って結構柔軟性があって、かなり可動域も広いし、ただ単にこうついてる木の実取りますみたいなだけじゃないじゃないですか。ハサミ使ったりとか、いろんな道具を使うので、もう動物と全く違う箇所なんです。首と足首と手首ってこう連動してるって聞いたことあるかもしれないんですけど、手首自体がすごく多様性があるからこそ、それが刺激が脳に行って、ものすごくその知能というか知恵が発達しやすい状態になっているので、そこの部分がうまく使えてないということは、あまり考えられないような状態になるということなんですよ。手首が固まるとか、うまく使えないっていうのって、刺激自体が変な刺激に入ってくるわけじゃないですか。そもそもがこっちから入ってきたものがここに伝わって、で自分のイメージとかこんなことをやろうっていうのをまた指令して使うわけじゃないですか。その時にやっぱ整ってないっていうのは、基本的にはもうやりたいことができないということなので、手首だけでもほぼほぼ全身は整えれるし、足首だったら元なんですけど、足首だけで全身動かせれると思うんですよ。なのでそれを頭に置いてやっていただけたらいいかなという感じですかね。手首のそもそもの動きは多分わかると思うんですけど、こうとかこうとかこうとか、一番複雑なのがこの海内海外の動きなんですけど、前腕のこれが一番指導しててわからないっていう人が多くて、この海内海外で動いてるのってどうやって動いてるかっていうのをイメージ湧きます？どこを軸に動いてます？ここの90度までは頭骨頭が結構回るんですけど、こうこっから先はこうやって親指側で返す人と小指側で返す人と2パターンに分かれるんですよ。こっちとこっちとこっちとこっち、ここまでみんな一緒なんですよ。そこからこう行くのかこう行くのかで違います。で、肘が柔らかい人はどっちかっていうとこうねじっていく感じが多いです。こうこうで、硬い人はもうこれしか動かないです。で、もともと整ってる状態っていうのは、肘のこの関節と手首のこの曲がりとがちょうど一緒の状態、こうなったりとかこうなったりとかじゃなくて、こことここが平行になってる、そこがポイントです。だからこう自分の肘を見て、でどうなってるか見てみましょう。どうなってますか？ずれてますね。海内方向にずれてる。海内方向にずれてる。海内方向にずれてる。仲良しですね。すごい、豆がすごい。一番なかなか辛い。ってことは海外するの結構辛いってことですよね。屈曲伸展はまあ人それぞれなんですけど、海内海外が結構大きく手首の矯正で分かれるところなので、でまずこっちの方がまあ極端的には多いんですよ。だからこっちに開けない、海外できないっていう人が多くて、でその海外できない状態で手をつくからどうなるかって言ったら、ここで圧迫かかってきちゃうんですよ。で、圧迫かかってきて逃げ場がないから、頭骨と尺骨が離れてきてしまったりとかするので、ここの軸をまず合わせるっていうのは大事なことです。あとこっち反対向けていただいて、反対向けたらねじれてると思うんですけど、この時に尺骨と頭骨が
まっすぐかどうかを見てもらって、関節でここに手根骨変えていただいてるんですけど、基本的には手関節は尺骨はあんまり関係ないです。ということは手根骨の位置はどこになるか変えてみてください。だからまず絵を変えていただいた方が早いかなっていうところと、割とこう舟状骨をメインに持ってきて考えてしまうと矯正ができないので、引っ掛けるときに大事なのは月状骨なので、ここの形がこのくぼみに入り込んでて、まあその名の通りのその月状というかそういう形になってるっていうのを知っといてもらったら引っ掛けやすいんで、それだけ大事かなと。あとはこの辺はぐるぐる動くんで、だから手をついた時にどこに圧迫がかかるかって言ったら、こうこの位置にかかる。こうついた時に圧迫かかるのはこの間のところと月状骨にかかってくる。でグーってかけていったらこの間が開いてくる。で、だいたい回線がかかってるんで、これ立体的に描けないですけど、ここの骨がちょっと小足に出てきやすいです。親指がどっちかというと小足側に出る人が多いです。これがあんまり背屈にはならない、こうなってる人の方が多いので、どっちかというとここの骨が飛び出てる人が多いんですよ。それだけちょっと 3D でこれがビョンって出てるんだなっていう、この海内が多いから。で先に矯正をやってしまって、後で症状別をやったら面白いかなと思うんですけど、こうなった時に先何が一番気になりました？海外が行けない。これで見てもらったらここにくぼみがあるんですよ。手首ってこの縦ラインのくぼみはあるんですけど、こっち側はあんまりない。ここまっすぐの、あ、全員くぼんでますね。珍しい。え、見して、そんなにくぼまないよね。こっちのがくぼんでないですね。ここ結構ですね。野球のせい。あ、そうなんですか。ちょっと偏見もあるんでしょう。だからこの位置がまずっていうところと、あとこれ海外がもうできないですね。これでまっすぐぐらいですもんね、うん、こことここやったら。だから結構きついので、その回線から取ってあげるんですけど、まず中指でこの尺骨の下引っ掛けて、もう豆を固定してしまうと。で固定したらここの中指でさっきのくぼみに当てる。でゆっくりやった方がいいかな。ゆっくりだとあんまり入りにくいんですけど、こっから尺骨と頭骨をしっかり引っ掛けて、でこのままこれで入ります。で開きやすくなって、めっちゃ開きやすい。くぼみがなくなってっていう、ここをまずその回線だけで言うとね、これ単純なんですけど、ここの回線を取るにはまずここのくぼみに引っ掛けて、頭骨と尺骨クロス刺して、そっからこの人差し指で頭尺の関節を押さえるんですよ。ここ押さえて、ここ引っ掛けます。ここやって、そのままこのまま入れ込んでいく。あ、頭尺押さえる意味はここの部分がまあで結構出てる感じなんですよ。なのでそれをあえて出してあげるんですよ。これで押し出すようなイメージにしていただいたら開きやすくなるんで、そのまま入れ込む。ここから親指で入れ込む感じ。そしたら開きやすく。震えが止まれます。で
でもこれは単純なその海外の動きだけの矯正なんですよ。とりあえずシンプルにそれだけ取っていただいたらいいかなと。さっきそれだけしましょうか。はい、動いてます。四根骨引っ掛けて、あ、月状骨はやらないです。頭尺だけなんで、頭尺の関節を動かすような感じです。そしたら尺骨をこっちで押し出して上げていくんですよ。でそのまま親指でガンって入れる。尺骨を押しで押すのは尺骨と頭骨両方です。入れ込む感覚ですね。うん、一応限界角度までこうやってグーってやっていただいても動けへんっていうところでポンって入れるときに一回しならせてポンって感じです、うん、両方限界まで行く感じですか。難しい、分からない。やってみましょうか。やってここで引っ掛けるんです、このくぼみのところに。ここで、でこっからそのままこうやって入れる。もうちょっと動かしましょうか。 こんな感じです。ここの頭尺関節動かして、ずーっと動かしたらこんな感じひたすら動かひたすら動かす感じです。遊び取ってグッと押し込むのかな。そうです。でこっち向きに押しちゃうと肘がこう曲がってきてしまうんで、どっちかというと若干引いてるような感じの方が肘がこうなるんで、ずーっとこうやってこうやって動かして、でこのままですね、ここを動かす感じ。若干外すような、尺骨を外すような感じに近いですかね。うん、ここを。入った後にまた出てくる感覚ですか。あ、めっちゃ熱くなってるあ、変形があるんですね。だから分かりにくいです。あ、そうなんです。ここがめっちゃ変形してるんで、これはこうしないと。あ、これちょっと難しい手首でしたこれ難しいです。どっちかというとこれでいけると思う。うん、そのちょっと変形があるんで、そのボコボコに惑わされますね。この引っ掛けるところが、ここも変形してるし、ここも変形してるんで、かなりギザギザにいや、あの頭骨変形してます。いや、もう形が変わってます。形自体がおかしいじゃないので引っ掛けにくいですちょっと今左はそんなことなかったけど、うん、左の方がやりやすいと思います。いい感じになった。動かしやすい。そうそうそうあとね、その矯正のね時にその仙骨の角度がすげえやばいんで、ここを引く感じで、ここ引いて、はい、ここに力、それでやってください。肩の力抜いて。うん。なんかこんなんなって。
できたできたできた回線だけ取れました。そう、その感覚をかなりいいですね。でもね、難しかったと思います。はい、手首のその海外変えないだけだったら今の矯正で、あ、でも3人とも月状骨もちょっと出気味ですね。こっち側出てますね。これ出てる。こっち側あんま出てないです。これ出てます。海内絵画ができるようになったら、手をつくときってどこにかかってるかって言ったら、この真ん中ではなくて若干こっち側になるんですよ。2本目ラインにかかってくるんですね。こっち側にかかってしまうとちょっと浮くような形になってくるので、この2本にかけるようにしたら割とまっすぐかかってくるんですね。でも多分変形見てたらこの辺にかかってるので、だいぶ外からなんかこういってこうしてると思うんですよ、形的に言うと。だから初めからここでこのまま押していけば、まあこうですよね、ここにかけていけば割とやりやすいんですけど、痛みが出る方って割と そこが痛くなるポイントがあって、でその月状骨と舟状骨のこの間のところっていうのが痛くなりやすい。でそれをまた入れたいと思います。これはここに出てるのとこいつが出てるんで、この親指が結構こうこっち向きに回旋してしまってるんですよ。これがこう定位置にあればこうなるはずだけど、この辺ぐらいになってるんで、こっちの方が開きやすいかな。これこうね、こうやね。うん、ここも形が、あ、多分ねえ、これなんかどんなになってんの。あ、ちょっと位置が脱臼してます。ちょっと待って、これから入れます。先に先っぽがおかしいなと思ったらこっちから矯正してください。やり方は過伸展して入れるだけです。引っ張らない、上げて過伸展刺すんですよ。でスライドさして屈曲する。この骨を過伸展さして、でそこからスライドさせるんです、そのままの角度 でスライドさしたら重きし屈曲で入れるっていう。引っ張らないように過伸展したそのままの角度でスライドするっていうのが一番のポイントで、引っ張ってしまうと割と痛めることがあるっていうのと、あの軸がねじれてしまって屈曲してしまうんで、それしないように。でそれ入れてから今度はこの骨と月のこの間に指をこう入れる、こう縦に ここに入れます。ここに入れる、 OK ですか。でここに入れてこのまま入れ込む。でここから丸みつけていきます。こうやって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 、ほんだら縦にくぼみがすごいついてくるんですね、ここのところに。でこのボコっていうのがなくなってきて開きやすくなると。めっちゃ開いてる、めっちゃ開いてる、開きやすいな。んかここがこう出てきてしまって月状骨も一緒に出てくるから、言ったらこれが開きにくい状態になってしまうんですね。見た目で分かりますよ。これだったらこっちにこうひねねじれてる、こんな感じ。ここでこうこっちに傾いてるタイプです。なんやろな、この高さで見たら分かるかな。でも筋肉があるので割とこうここがモリってなってる人もいてるし、あんまりない人もいてるじゃないですか。だからそこに惑わされてしまってはあんまりない方ですね。だったら分かりやすいですよ。こうこれが出てる、そこがちょっと関節になるので、それを入れ込んであげたらこうやってこっち側に押すような感じに近い。はい、これだったらこれをこっち側に押すような感じで、そっからこう屈曲させるような感じでキュッて入れる。しぶとい人はそっからもう一回背屈しますけど、あのスタンダードは屈曲で入れていただいていいと思います。仙骨、はい、大丈夫です。はい、
このままここで入れ込んで、ここからこう引っ張っていくんですよ。こっちこっち、こっち側、こんな感じです。あ、でもかなり変形してるんであんまりスタンダードではないです。こうなると厄介なんですよね。こう入れないといけないですね。ちょっとねじって入れないといけなかったですね。こう、こう、こんな感じかな。ここ、はい、大丈夫です。こっちの。うん、そうです。だいたいボコンってなる。動いてるまで。こう持ってきて、中指でもいいし、人差し指でもいいんですけど。あ、またこれも変形しとるな、これ。ああ。だってもうここまで出てるもんね。なんかぐにぐにゅ。ああ、これはどうしようかな。こっからこう入れて。あ、これはちょっと難しい方です。これあんまり、うん、そうやね。こんなもんかな。もうちょっと入れ込んでもいいけど、ちょっと。大丈夫ですか？あ、だいぶ入ってます、もうこれで。こっからちょっと動かす。で、手首もまたおかしなってるかな。これぐらいが多分ちょうどいいと思います。うん。なんかこう縦のくぼみができてるみたいな感じ。なんかここが、ここのこいつが見てない。ここにくぼみを作るようなイメージで持ってくるような感じ。じゃあやっていってください。最終テスト。この人差し指で矯正するようなイメージですか？はい、そうです。中指か人差し指かどっちかで。やり直しやな、これこの関節面を必ず捉えて、そこに手を当てる。で、月状骨方面に持っていきます。こっち向きに、こっち向き、こっち向き持っていったら屈曲させると。うん、若干斜めに持っていって、持っていって、持っていって、持っていったら屈曲させる。捉えてんのが、あ、そう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 そこそこ、入ってないですね。こう、引っ掛けてるところはいいので、こっち方面にこう、こう、これで結構動いてる。うん、こんな感じ、こんな感じ。この角度でそのまま屈曲させるんですけど、ここでしてしまったら手首がただ曲がるだけだから、ここで屈曲させる。そう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 、そんな感じです。こういう感じ、こういう感じ。はい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 、多分手首を曲げてるんじゃないかな。もうちょっと先、遠位の方なんですよ。関節面を捉えるんで。そう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 。こう、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 こう。そうそうそう、こう、こう。あ、位置的に OK ですね。でも入らない。でも入らない。いい感じです。はい。やってみてください。場所いいですよ。で、縦ラインに入れるようなイメージですよ。これできると結構こう手ついて痛いっていう人はもうほぼほぼ痛くないです。これ、ここ起こさないとね。あんまり仙骨前傾にする癖あんまないんですか？あんまないんですね。めっちゃ手に力入りません？場所は OK。
けっぽいですね。多分手首の屈曲が多いので、ここから屈曲させるにしても、ここでやっちゃうとおかしくなるから、ここでこう絞っていく感じです。こう絞っていって最後に屈曲させるような感じ。こういってこう、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 こういう感じ。ライン的に言うと、できました。掴んできました。で、月上骨、これでこのままもうちょい入れようか。ここね、これでいっちゃうかな。大丈夫です。疲れたな。じゃあ休憩がてらストレッチでもしましょうか。じゃあみんなここについて、手ついて、でこのまま伸ばす伸ばして、で手のひら全部つきます。でこのまま四つん這いになるときにこう MP 持っていって、このまま四つん這いになりましょう。痛い無理。上げられへん。 MP です。 MP で支え。うん、あ、そう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 。でそのまま歩いてください。これで結構痛いってことは、手首の関節をまっすぐ使う癖はあまりないということなんですよ。これがまっすぐやったら、ここ力抜けてる状態でここつけるんですね。ここがまっすぐなんで、それがこうなったりとかこうなったりとかしちゃうと、そうですそうです。でここがおかしいので、ここが痛かったりとかこうなったりするんで。施術で練習しなかったですか？マッサージの時しないですか？ここで、そうそうそう。あ、でも綺麗ですよ。だからそれぐらい、今だったら小指側にかかってるの分かります？うん。でか、かけ方がすごくあのストレートに矯正してても、かけ方がこっちだから、どんどんやっぱり尺骨が出てきてしまって、また右側特に外にかかってるんですね。患者さんでもあのついていただいて、あ、こんなに外につく癖があるんだなっていう。手だと結構分かりにくいんですけど、これを上げてあげると割とどこにかかってるかが分かりやすくなるので、それでやった後にこう経過時間というかしていただいたらいいかなと思います。綺麗ですよ。これでもスタンダードな、そのなんていうんですかね、矯正法、月上骨と、あと頭尺関節の回線いっぱいあるんですよ。この例えばこれが上に乗っかってるとか、もともと骨折があって乗っかっちゃってるとか、それこそここのくぼみが激しいこの背屈ができない方っていうのもいてるので、そういうやり方もあります。そのやり方は結構あの特殊なんですけど、ついていただいて、ここの地面にこうやって手を押さえて、こっからこうやって矯正していくんですよ。もうまま矯正して、別に出てないからいいんですけどね。こうやって矯正していくんです。これ好きな人いてますけどね、たまに。これでつきやすくなるかな。つきやすい。これでも簡単なんでね、割と。これやってみましょうか。今回はここまで。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございます。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録お願いします。